こんにちは、トミヤです。今日はですね、14位のボリュームにして17、これのいろいろなタイプの飛行物体、これをねちょっとお見せしたいなと思ってんですけど、まあ話、最初は話なんですけどね、うちらがこの撮影するようになってからね、結構いろんなタイプのね、飛行船、UFO が映り込むと、なんていうのかな、聖地のダムに行った時にそういう、UFO が映り込んでいただけると、そこを映ったところは聖地ですよと、でそこを守ってる神々がその宇宙船の、なんていうかな、その宇宙船の存在ですよと、光の民ですよと。だからね、行くとこ行くとこによって、形がね違うのが映り込むんですよね。だからそれをねちょっとないくつかね集めたやつをちょっとお見せしようと思うんですけどね、いいですかね。あれ、イロハになってる。ちょっと待ってくださいね。はい。お願いしますね。はい。うん。これ。これ、ブラックプラズマの上に光る、なんかこう、羽のようなね、こう、なんていうか、こう、穂のような。羽じゃない。うん。放射してる。放射してるんですね、何かね。これは分かりやすい。うん。これだけど、すごいでしょ、その前の方が青くこうとんがってきて、こんな虫いないでしょ。いやこれなんだ、光明も焼きが回ったなって、あの羽広げたハエじゃないかよなってね。むちゃくちゃ上空飛んで、すごいスピードがマッハぐらいあるから、ね、そう、全然ここまで止めるのにね1時間ぐらいかかった、マッハだよね、換算する。そう、マッハだから、ジェット機のスピードであるからね。そう、これがね不思議、このバックファイヤーみたいなね、このブワーッて、プラズマだよね。うん、これ動いてます、これ。動いてますよね。動いてますね。いや、動いてるところはね。今うん、じっくり見せるのにね、ちょっと、これもプラズマを放射してますね。だからこれ、白いプラズマの周りの色が変わってるでしょ。黄色とか。はい。そうなんですよ。これ、どうです？他に、ニールの飛行船。まあ、ニールですけどね。こういうふうに今までどうです、こんな UFO っていうのは。普通は海外のこれはないからね。ないでしょ、ってことはね、ちょっと言わせてもらうと、これ日本独自ですね、おそらくね。だから日本の独自に守ってらっしゃる 神々でしょうね。が乗ってる、舞台っていうか、飛行船だけど、あ、これマガダマですよ。2つではセット、そう、一つしてね、これがねちょっと映せないんだけど、パンと離れてパンとひっついてとかってね、パンと離れてねパンとひっついて、マガ玉なんですよ。